果物中の化学物質をソックス霊抽出器で抽出している例。この抽出器は個体を筒に詰め、溶媒に可溶物を溶出させて下に落とし、落ちた溶媒は沸騰によって再利用されるという仕組み。溶媒に溶け、揮発しない成分だけが下のフラスコに濃縮される。抽出とは人類最古の科学的分離操作法で植物など、 原料中に含まれている成分を選択的に分離する操作を指す。型液抽出は、種子や葉など、固体の混合物から、溶媒に溶出する成分を抽出する。液液抽出は、水と油のように分離する2種類の溶媒を用い、一方に溶出する成分を抽出する。酸塩基抽出は、酸塩基反応を起こし、有送性の安息抗酸を、 水溶性の安息抗酸ナトリウムにするように、成分を分離させる方法である。抽出後、必要であれば、さらに生成を行う。人類最古の科学的操作法であり、日常的にも、コーヒーや茶を入れる、鰹節や昆布から出汁を取るなど、広く行われている。植物から、微量成分を取り出すなど、学術的な利用もされたり、 ファインケミカルやウランの分離など工業にも用いられる。19世紀半ばから有機化学者は、それまで使われてきた薬や香料から化合物を抽出、単理しその正常を調査し、例えば、ケシから、モルヒネ、コカから、コカイン、ペパーミントから、ハッカノを取り出してきた。有機化学における抽出方法として、型液抽出、液液抽出、 三塩基抽出が常用されている。肩小抽出、または肩液抽出は植物などの個体から目的成分をよく溶解する溶媒を使って抽出する。液液抽出は混じり合わない二つの溶媒を用いて、それぞれの溶媒に対する溶解度の差を利用することで行う方法。三塩基抽出は物質を分離するために三塩基反応を用いる。 個体からの成分を抽出したい場合、一般的には飼料を溶媒に浸しし、可能であれば加熱、攪拌する。成分によっては抽出剤として、キレート剤や酸、アルカリなどを加える。飼料が少ない場合は、ソックスレイ抽出器を用いれば、より少ない溶媒で、短時間で効率よく抽出することができる。一般的に溶媒の温度が高まるほど、溶解度が増加する。 分液の様子。上層が、ジエチルエーテルによる、有機層、下層が、水層主に用いられる、溶媒系は、水と非極性有機溶媒であり、反応混合物中から塩を取り除くことができる。通常、有機溶媒は、水よりも密度が小さく、二層に分かれた時上層に来るのが、有機層であり、下層に来るのが水層である。ただし、ジクロロメタン。 クロロホルムなどのハロゲン系溶媒は、水よりも比重が大きいので、仮想となる。有機溶媒に可用な化合物の回収を目的とする、場合の、主な手順は次のようになる。混合物を、適量の有機溶媒に溶かし、分液ロートに移す。適当な量の水を分液ロートに加える。十分に混合し、平行状態になるようにする。 下のコックから下層を別の容器に開け、上層を上から別の容器に開ける。水層を分液ロートにもう一度入れ、適量の有機溶媒を加えた後、3、よび4、を数回繰り返す。有機層を集め分液ロートに入れ、飽和食塩水を適量加え、十分に混合する。下層と上層を分けて、有機層を硫酸ナトリウム等で乾燥し、溶媒を止め察する。 分配係数のため一般に同じ量の原料から同量を例えば 100ml の溶媒で1回抽出するより回数を増やし 50ml で2回抽出する 33.3ml で3回抽出する方が抽出される量は増加するが当然手間は増えることになり兼ね合いである三塩基抽出では三塩基反応を用いて物質を分離する 平行定数負荷が用いられる。例えば、フェノールとアニリンが溶けたエーテル溶液に水酸化ナトリウムを溶かした水を混ぜると、フェノールはナトリウムフェノキシドとなって水槽に溶けて移り、アニリンはエーテル層に残っている。一般に抽出によって得られた物質は、目的の物質だけでない他の化合物も含むことが多い。したがって、純度の高いものが必要な場合には、 さらに別の生成法を行う必要があり、上流、逆抽出、カラムクロマトグラフィー、再結晶等が行われる。右の三角フラスコの溶液は、上層と下層との間に厄介なエマルションが形成されている。エマルションは分離する液体同士が混濁することであり、抽出中の物質の中に洗剤のような性質を持つ物質があると形成される。 形成防止には、溶液を混ぜる際には静かに、穏やかに振ることである。ともかく狂ったように振らないことである。エマルーションは放置するだけで消えることもあれば、水槽に、可能な限りの塩化ナトリウムを追加して、高温にすることや、あるいは吸引炉か遠心分離といった方法がある。高温では、分離させる溶媒の水槽への溶解度を減少させ、 そのことでエマルションを減少させる。特に酸塩気反応の際に、二酸化炭素の生成などの反応を起こす組み合わせも、あるため少量ずつ加え、容器の蓋を開閉して圧力が蓄積しないようにする。多くの先住民の文化において、植物から成分を抽出する方法は、単純に水で煮ることである。植物中のアルカロイドは、多くの場合、 酸とくっついた塩の形で存在している。科学的には、植物を細かく砕き、酸性の水で煮て、アルカロイドを水溶性の塩の形態にし、水に溶出させ、これは低温で一晩煮るなど時間をかけて行われる。温度が10度上がると反応速度は2倍になる。固形の植物を露化する。これを焦げつかせないように詰めてできた。 結晶物だけで目的に十分であれば抽出は終了する。油脂が多いなど必要であれば脱脂する。目的のアルカロイドが酸性のうちに水と分離する溶媒を加えることで余分な油分が溶媒へと移るので油分を含んだ分離した溶媒を捨てる。これを塩基性にしてアルカロイドが水ではなく溶媒に溶けるようにし、 有機溶媒に溶かし野菜容器で蒸発させることで結晶を形成すると理想的だが一般的には不純物の混ざった粘着性のある化合物が残る。最初に植物を砕く際に冷蔵して解凍することを2、3回繰り返し繊維を破壊することができる。ミキサーなどで細かくする。原料によって冷凍された硬いままの状態が砕きやすい。ありがとうございます。